ばんは、五十嵐レイです。今週はビクトリアマイルの前哨戦ともなる福島牝馬ステークスが福島競馬場で開催されます。例年波乱傾向にあるレースなので、今回は3連単での大的中を狙いたいと思います。それでは今週もよろしくお願いします。本命に選んだのはクイーンズミラーグロです。中山牝馬ステークスを3着に構想したマンハッタンカフェ3区の馬。このレースのステップレースの中で中山牝馬ステークスが最も構想しているという点から見ても、前走のレース内容は評価したいと思います。またこのレースで5歳牝馬が活躍しているのですが、今回の5歳牝馬のメンバーから見ても最も狙える1頭だと思いました。一番人気が過去5年で3回馬券に絡んでいるのですが、おそらくこの馬が一番人気に押されると思うので、ここは信頼して狙ってみたいと思います。鞍上にも武豊騎手が予定されているので、人馬ともに万全の体制での挑戦となりそうです。対抗にしたのはフロンティアクイーンです。初音ステークスを優勝したメイションサムソン3区の馬。前走の中山牝馬ステークスでは4番人気ながらも8着に敗れてしまいましたが、まだまだ見限るには早い1頭だと思います。先週の調教でも馬なりでラスト1波論12秒4を出しており、前走の敗因が調子落ちで敗れたわけではなく、展開面で向かなかったところにあるように思います。今回のメンバーなら十分に巻き返しの可能性はありそうです。そして浮世の風です。キーンランドカップを優勝したオンファイア3区の馬。鋭い追い込みが魅力の馬なので、展開面に左右される部分はありますが、前走の中山牝馬ステークスでもスローペースの中33秒5の上がり最速で6着にまで粘り込んでいて、展開次第では今回も十分に浮上してくる可能性は考えられそうです。でハイペースになって大外からの一騎差しに期待して3番手評価にしました。次に選んだのはペイシャフェリスです。六甲ステークスを2着に粘り込んだスペシャルウィーク3区の馬。前走は坂のある阪神コースにもかかわらず、粘り強い競馬で優勝馬と際どい競馬を演じての2着というのはかなり高く評価のできるレース内容でした。今回平坦コースの福島競馬場なら逃げ粘る可能性は十分に考えられそうです。次に選んだのは湘南アデラです。阪神ジュベナイルフィリーズを優勝したディープインパクト3区の馬。本来の能力から考えると、今回のメンバーならあっさりと勝ち切れる素質を持ち合わせた馬。故障明け以来なかなかこの馬らしい競馬ができていないのですが、復活すれば勝ち切る能力は持ち合わせている馬なので、諦めず追いかけても値打ちのある一頭だと思います。それからクロコスミアです。ローズステークスを2着に構想した実績のあるステイゴールド3区の馬。昨年のローズステークスでもシンハライトの強烈な差しの中、花さまで粘り込んだ実績は高く評価のできる一頭だと思います。ローテーション的にはあまりいいローテーションではないのですが、能力的に狙ってみたい一頭です。穴馬にはウィンファビュラスです。阪神ジュベナイルフィリーズを2着に構想したステイゴールド3区の馬。なかなか勝ちきれない競馬が続いておりますが、唯一の勝利がある福島芝 1800m の舞台で復活に期待したい一頭だと思います。穴で狙うなら今回が面白いかもしれません。それでは今回は以上の7頭を3連単2頭軸マルチに、本命のクイーンズミラーグロと浮世の風を選びました。相手が5頭の30点と3連複の1頭軸にはクイーンズミラーグロを選びました。相手が6頭の15点なので合計45点で的中を狙いたいと思います。今週はみんなの馬券が開催されているマイラーズカップ、そして馬女プラスのフローラカップの様子を配信しておりますので、お時間がありましたらぜひそちらもご覧ください。そして今週も皆様のチャンネル登録をお待ちしております。それではまた来週お会いしましょう。